おはこんばっちー、ハーチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじいの続きやっていきたいと思います。最近のおじいマイライフ再生数が伸びててすごくすごく嬉しいということで、今日は前回確認し忘れた期間限定ミッション最強助っ人に並べ ② というのを確認しておきます。残り3試合合計9試合連続で打点を上げるということで、こちら今日頑張って達成させていきたいということで、今日も元気よくオジーやっていきましょう。では早速試合いきましょう。古巣広島相手ということで、相手4連勝中。さあオジー早速打つぞ。チズム知らん、左ピッチャーで、うおー差し込まれた。浅村さん意外とストレート早かったのか、いやただの前奏か。おじ負けるんじゃねえ。147だからそんな速くないね。チェンジアップ、最近のおじなんかね。よっしゃーナイスー、すごい再生数が伸びてることで僕のねモチベがすごくすごく上がってます。もう毎日ね収録編集するのが楽しみで、ちょっと編集のねスキルはまだまだなんだけれども、声の張りはだいぶね上がってると思います。頑張っていこうぜ。いやー超えたでしょう。ただもうちょっとねマシンじゃないとフェンスは超えない。ナイスー、いいね、連続二塁打。でもさでもさ打点上げなきゃいけないんだよ。あ上げてるか、まだ投げてるか、めっちゃ投げるじゃん。さあ古巣広島キラーということで、ういーホームラン打ちてな。おじいさうえいカットカットにチェンジアップか。あぶねー、チェンジアップをちょっと期待してた。なんとかバットに当てた。それよー、チェンジアップ完璧、超気持ちいい。139m、 今のは意外性もついてないよね。オッケー、いやー嬉しいわ、超気持ちいいわ。本日3安打ありがとうございます。快勝ということで、おじいねやっぱモチベが高いと打ちやすい、すごく楽しいということで、これからもねおじいをよろしくお願いします。ぜひねコメントでもねおじいを応援してるようなコメント見てるとすごいテンション上がるんで。さてとラーメン屋ですね、48回目。いやだいぶねもう5年目になってるので、ちょっとマンネリ化がね心配してるところではあるんですけれども、まあ成長おじいはね確実にしてるので、さあ行こう。よーし打点を上げろ、則本さんか。でもゼフ賞だからな、スロスタの間に仕留めろ、打点を稼ぐんだ。スライダーにフォークね、おい今のいけたかな。あーもったいない、もったいない、オール強振だからこそね今のところは正直ミートで良かったと思うけども、5年目はオール強振なのでもうね打つしかない、ホームランを狙え。よっとシュート回転が若干ずれてるなと思ったけど、おお危ない。もうねバットとかね振ればね当たらないのは知ってるんだ、ストライクになるんだけど、それじゃあ面白くない。おじは体を張るので、うわー抜けるー、オッケー、フルスイングのおじ、またバット折られたな。なんか1日1本ぐらい折られてる気がする。あーもうダメだもうダメだ、打点上げられねえ、お願いします。うわー大差大差、うわーランナーいない、お願いします。スライダーね、もう疲れ切ってるからな、もう変化球もほとんど曲がんないでしょう。いやでもやっぱ変化レベル5なだけあって結構落ちるね。
ど真ん中来い、ど真ん中、ビビるんじゃねえ、逆境発動。投げました。あー、もったいない。いやー、今のはいけたぞ。負けちゃうか。あー、ダメだった。とりあえずヒットは打てたけど大敗。いやー、ノーヒットではないからいいけれども、わ、連続ホームランも打ってたんだね。それは気づかなかったぜ。ファンが15人減る。いやー、そろそろバットがなくなってきた。はい、また今度ね。なんかあれだよね、 OB 選手のバットというか道具が欲しいよね。次は頼んだぞ。温かい声援なのかな、ヤジじゃないのかな。うわー、ファンが減る。いやー、おじいのファンはね、すごい温かい人ばっかなんで、ラーメン屋行きましょう。やっぱさ、実況、ゲーム実況聞いてるときってさ、声がさ、元気ある方がさ、聞いてて楽しいよね。最初のおじいの方ね、まあ楽しくはやってたんだけど、今ほど元気ではなかったと思って反省してる。誰誰誰誰誰ですか。高橋さん、吉彦さんですね。いや、もうね、バットもらってますから。さあ、おじいが、フルス相手に打ってやる一発。あれ、なんか、あれだね、広島のピッチャー陣、絶不調多くない今。今、狙い時じゃん。なのに、則本さんには完璧にやられた。わ、ノムスケさんが良かったな、先発。ノムスケさんはおじいカモにしてるからね、変化レベル少ないから。なんだけれども、うわー、とりあえずな、ヒット1本よ。打点も上げていかなきゃ、ホームランも打たなきゃ。おじいやる気元気、ホームランでどこ来る。うぃー、カット。いや、こっち絶好調だからね、スタンドインさせたい。ハイボール、カット5でも絶不調ということで、まあ実質スライダーの1、2ぐらいでしょう、曲がるのって。2も曲がってないかな。さあ、うおー、ストライク入ってたよね。いや、見逃そうかなと思ったけども、ストライク入ってましたね。なんとかバットに当てたっていうだけだった。どこ来る。よっしゃ、とりあえずヒット。よっしゃ、まあとりあえずね、連続ヒット、連続出塁、こちらを更新させていく。お、来た。あ、ノーコン加藤さんや。おじい結構ね、加藤さんも得意にしてるんですよ。さあ、でもちょっと怖いよね、どこ飛んでくるか分かんないっていう。投球はこれから3球目。よっしゃー、いったんじゃない、入るんじゃない、入んないねー。いやー、1打点か。まあワンアウトだったからね。はい、お、もう一度満塁。今年のおじは満塁に非常に強い。よしよしよし、打点ね、打点ね。よし、オッケー。今年のおじ満塁ホームラン1本、そして今犠牲フライでしょ、その前は確かフォアボールだったと思うんで解消。おじ満塁では打率10割なはず。いやー、ナイスバッティングよ。対象、対象ではないのかな。お、肩が上がる、いいよ。あ、そうそう、あ、勝つ、忘れてたぜ。何くれんの、中級打撃術。おお、いいじゃん。で、確かね、この前ね、盗塁が倉本さん、え、ヤクルトにいたの、倉本前ヒットさんだよね。マジ、あざす。ちょっとおじいも確かにヒットになる可能性あるからな。盗塁が確か上がったと思うんで、盗塁 C になったと思うんで、頑張ってね、盗塁今度していきたいなと思っております。打点ニコルソン、 OK。 まあ、今回は盗塁のあれやってないので、総力が D に上がったらやりましょう。よっしゃー、打点勝負でしょ、フルード。うおー、スプリットか、チェンジアップじゃないのね。
おお、カーブやるね、めっちゃ曲がるね。第3球を投げた。お、ストレートはそんな速くないのか。でも152、いやーちょっとカーブとスプリット、これがやっかい、完璧、あざーす。いやー、おじい見に来るファンちょっと少なくない？もっと多くてもいいよね、満席じゃない。とりあえず打点上げたから、まあ大丈夫でしょう。ういカーブ、ちょっとスプリットを狙い撃ちしたい。うわ、ちょっと遅れたけども、振り遅れたけどフェンチョック、よしよし、これでね、また2塁打、合計6塁打ですね。今起きてるミッションとしては違うんだけど、何もないんだけど、いや満塁で打ちて、超打ちて、よっしゃー、待って、打点打点打点、もっと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 、あー惜しい惜しい惜しい。でもでもでも、これで次5番が確かニコルスンだと思うから、もうこれで今日のおじいの勝利は確定しましたね。あ、てかもうおじいが全打点じゃん。あとさ、スリーベースでサイクルヒット、まさか、教えておじいさん。うわ、スライダーがめっちゃ曲がる、ポカフェ逃げ玉、うおー、ダメだー、外さん内野やってんじゃん。オッケー、まあまあまあ余裕の勝利、完勝ですね。ナイスー、まあ満塁ホームランがね、もう少しだった、打ちたかったね、惜しかったな。まあでもホームランも打てたし、打点も4稼げてるしね、ファンも監督も喜んでおる。何何、青バットじゃない？お、ミスターツーベース、あ、さっきあれか、シングルじゃなくてツーベースだね。青バット、青バットはいらない。お、チャンスはお任せ。あ、来たね、6打点を1試合に上げるということで、いやーこれ難しい、一番難しいやついきましょう。チャンスはお任せ、6打点、超むずいっしょ。今ので合計4打点だからね。まず全試合、嘘、全打席満塁ホームランだったらもう超稼げるわ。はい、ニコルさん、あざーす、おごりの飯はうまい。ということでデーゲームか、 OK、 今度はなりきりプレイいきましょう。よし、まずは守備、守備守備、おじいの守備キャップ、はい、オッケー。さあ2回おじいの、あ、マー君ちょっと待って、スロスターの間に打っておく。うわー、ツーシームか、落ちたね、曲がったね最後。さあ第2打席、ちょっとマー君が怖い。あ、スロスター消えたか、変化球が嫌だよね、さっきこのツーシームにやられた。まあ、スプリットとスライダーとシュートでしょ。うわー、うまいー、ね、なんとか当てたって感じだったけどね今ね。大丈夫、セーフ、オッケー、送球がそれたから。さあおじい、ここで打点上げちゃおうぜ。250塁打まで、2塁打まであと3本。マー君、あー刺された、マジか、牽制うまいなマーク。うわー、今のいけたな、押し得てアルムのもみの木を入らん。ちょっと9位に負けてるねおじいね。オッケー、ナイスラン、オッケーオッケー。おじいそろそろ整形しようかな。さあもうこのおじいの顔もね見慣れたと思うんで、逆境、意外性はついていない。ピッチャー変わってるし、マー君じゃなくなってる。同点ホームラン打つよ、おい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 、走るのか川端さん。丸さんが良かったね、ランナー。うわ、ケイ、オッケーオッケー。うわ、ミッションさ、ミスターツーベースだったら達成だったやつ、オッケー、頼む、まだある、
あー、ホームラン打ってもホームラン打っても足んない。いいよ、矢先ジャンプ仕上げよう。さあ逆境初球、うわっ、あー、いい当たり、負けた、敗北。うわー、最後超いい当たりだったよね。抜けてもよかったよ。いやでもね、これミッションを達成させるには6打点、もうホームランが絶対条件みたいな感じかな。ちゃんこ鍋屋37回目、通え通え、おじいがお金を落としていくぜ。おっと調子が下がる下がる、いや好調から絶好調からこれから下がっていくよってやつだね。これ最後ですね。なんとこの後交流戦前の最終戦。さて早速1点取られたか。250塁打まで、2塁打まであと1本。めっちゃ曲がるスローカーブ、変化レベル3でも絶好調だから。うわー、ちょっと待って、スローカーブを狙うのはやめよう。よっしゃ、いったね、入り申したね。オッケー、同点ホームラン。いやー、おじいパワーついたな、もう最高ですね。さてまず1本目、また1点取られる。高速スライダー、いやー風が悪いな、引っ張るしかないか。おお、危ねー、手が出なかっただけだけど今。さあどこ来る、うわっと惜しい。いやー、もうちょい下だったね。お、同点。さあゆうへいさん、ゆうへいさんならこれは超えた、これは超えた、超えた超えた超えた、よしよしよし、これで今日2打点目。いや最後ね、満塁ホームラン打てばいいね、きっと、きっと満塁で回してくれるでしょう。たんねえたんねえ、丸さんや外野前進、ここはもうね外野まで飛ばせば、あー飛ばない、しょっぱい当たり、やっちまったな。はい、勝ち申したということで勝利。今日は結構ヤクルト自体勝てたんじゃないかな。おじいもそこそこね打てたと思うので満足しております。ただまだまだ物足りないということで、ちゃんこ鍋38回目、めっちゃヤクルト来てからね通ってますね。いいよ、まあ多分ねっていうか確実になんだけど、この年このシーズンしかヤクルト在籍しないと思うんで、その間にガンガンとね、ご当地の本をねもらうために飲食店通わなきゃいけない。お金はここにしか落としてない気がするもんな。あー、調子がどんどん進んでいく。交流戦が始まる頃には不調、めっちゃ落ちるじゃん。おじいは寝る。いやもう体力すごいね、試合出続けても体力全然落ちねえな。ということで、あ、カープが2いる、知らん。よしよし、練習なんかしないぞおじいは。でコメントでね、おじい弾頭を先に上げた方がいいじゃないですかというコメントあったんですけれども、まあもうすぐね自然と上がると思うんで放置でも大丈夫だと思います。ルーキー、うすごくない、え、ルーキーでまだ5月の半ばだよね。6勝ってやばくない、え、もうバケモンじゃん。ああ、ホームラン、まあまあまあそんなもんでしょう、まあまあこんなもんでしょう。え、ちょっとやばいじゃん。え、5月半ばでルーキーで6勝ってえげつなくない。ちょっと確認してみようかな。ということで交流戦、さあ次はロッテよ。行きたいところおっしゃいました。ブラブラ歩く、間違えて街に来ちゃいました。本当は能力研究所行きたかったんですけども、間違えた、最後の最後で間違えていくスタイル。ここはね1級入魂が欲しいので、初級打ちの
金徳ということで投資をねしていきたい。なんだけど間違えちゃった。合計240点、あまりうまくいかなかった。これ上がるんじゃない。お、次は501ルールなんて読むんだろう。普通に501でいいのかな、501なんかな。501だとなんか部屋番号みたいだよね。お、なんかショッピングモールで買えるようになったよ。ということで今日はここまで。おじいめちゃくちゃ活躍。そして次はなんと菊池パイセン、そして山田哲人さん、そしてギータ藤波くんのいるねロッテ、もうロッテが超強化されてる。気づけば阪神に抜かれてるんだけど。ということでまた次回のおじい阪神強くね頑張っていきたいと思うので、また次回のおじいもご期待ください。ということでバイバッチ。